はじめまして、小林泰斗18歳です。今回ベスト75に入れて自分でもすごいびっくりしていて、本当に応援してくれた皆さん本当にありがとうございます。趣味はドライブで、最近はすごい早起きとかも仕事からですごい頑張っていて、まあ次ベスト30になるんですけど、本当にそこでも皆さんの力がすごい必要となってくるので、本当に、応援よろしくお願いします。はい、そうです。おはようございます、こんにちは、こんばんは。高校2年生16歳の小林亮です。特技は中学生の時からやっているバレーボールです。好きな食べ物はお母さんが作るハンバーグです。お弁当屋さんを開けるレベルで美味しいと思います。ベスト30に残れるように頑張るので応援よろしくお願いします。皆様こんにちは、坂田一郎です。皆様のおかげで無事ベスト75決定戦通過させていただくことができました。ありがとうございます。また引き続きイベントは続くと思うのですが、応援のほどよろしくお願いします。はい、僕の自己紹介の方に移らせてください。19歳大阪府出身です。特技趣味は、野球、筋トレ、そしてアニメ鑑賞です。たまに筋トレ配信も行っているので、よかったら配信覗きに来てください。はい、皆様に、一番いい形で恩返しできるように僕も頑張ります。よろしくお願いします。それでは皆様また配信でお会いしましょう。またね、バイバイ。島津月、高校2年生16歳です。ベスト75に残りました。ありがとうございます。頑張ります。清水晴です。14歳、中学3年生です。僕は子供の頃からサッカーが好きで、今もずっとサッカーを続けています。これからの配信はやれる日は全力で笑顔で楽しく配信をやっていけたらなと思っています。悔いの残らないように全力で頑張りますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。この度ベスト75に残していただきました下村美空です。鹿児島県生まれ、神奈川県在住の高校3年生17歳です。ベスト30に挑戦させていただけること、とても嬉しく思っています。未熟な僕をここまで応援して支えてくださっている方々のためにも全力で頑張っていきたいと思っています。期間中の配信ではギターで弾き語りなどをしています。お時間があればぜひ見に来ていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。下村美空でした。こんにちは、庄司です。ベスト75に通ることができました。好きな色は緑色です。趣味でヨーヨーをやっています。最近は腹話術も始めました。自分でオリジナルのキャラクターを作ってやっています。僕吉野だよ。これからいっぱい出てくることがあるかもしれないという感じでやっております。将来の夢は俳優になることです。ファイナリストに残れるように頑張るので応援お願いします。皆さんこんにちは、シャータイン春樹です。第35回ジュノンスーパーボーイコンテストでベスト75に進出しました。本当にたくさんの応援をしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ベスト30も全力で頑張るので応援よろしくお願いします。改めて自己紹介します。宮崎県在住、19歳、シャタイン春樹です。テニスのコーチをしながら日々筋トレで体を鍛えています。応募したきっかけは、周りの方に背中を押していただき、新たな夢に向かって頑張りたいと思ったからです。ファイナルに進出し、グランプリを取って人の心を動かせるモデル、俳優になります。ベスト30も全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、福岡県出身、14歳、高野幸也です。今回
ジュノンボーイコンテストベスト75に入らせていただくことができました。これは応援してくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。もう応募してから約半年が経ちますが、その中でも、応援してくださる皆様が、心の支えになり、たくさんの応募者さんたちが成長していく中で僕も成長できたかなと思います。僕はダンスが大好きなので、このコンテストをダンスで盛り上げていこうかなと思います。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。バイバイ。いつも応援ありがとうございます。千葉県出身21歳田島壮志です。今回皆さんの応援のおかげでベスト75に進出することができました。お仕事や学校お忙しい中、いつも応援に駆けつけてくださり本当にありがとうございます。ベスト75の審査期間、特技であるアクロバット、手品、歌、ダンスなどを活かし、僕らしく、そして新しい僕を皆さんに知っていただき、今応援してくださっている方々はもちろん、この先出会えるであろうたくさんの方々に応援していただけるような人間になりたいと思います。この先どんな僕に出会えるか楽しみにしていてください。今後とも応援のほどよろしくお願いします。第35回ジュノンスーパーボーイコンテストに挑戦中の現在大学1年生19歳玉沢里斗と申します。まずは皆さん、先日行われたベスト75決定戦ではたくさんの応援本当にありがとうございました。自分は無事にベスト75に進出することができました。本当にありがとうございます。自分がこのコンテストに応募したきっかけというのは、自分を変えたいという思いから、将来役者として活躍していきたいと思い応募させていただきました。まだまだ至らない僕ですが、このコンテストで最後まで成長し続け、最終的にはファイナルのステージに立てるように精一杯頑張りたいと思います。次はいよいよベスト30決定戦です。最後まで頑張りますので、ぜひ皆様応援していただけると嬉しいです。ではまた皆さん配信でお会いしましょう。ありがとうございました。北海道生まれ北海道育ちの、参考千葉山本です。今回ベスト75に残ることができました。たくさんの応援ありがとうございました。僕は小さい時からずっと仮面ライダーが好きで、特に仮面ライダー電王が好きなんですけど、将来は仮面ライダー俳優を目指しつつ、その後は、舞台俳優や、声優だったり、音楽の活動など幅広く活躍できるような人になりたいなと思っております。絶対にファイナリストまで残りますので、皆さん最後まで応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ベスト75に選出していただきました塚本純也です。まずは先日の決定戦、たくさんの応援本当にありがとうございました。皆さんのおかげで本当に楽しい時間を過ごすことができました。そしてこれからも本戦はまだまだ続いていきます。ファイナリストになるまで、全力で駆け抜けていきますので、もしよろしければショールームの配信やジュノン TV の写真投稿見に来ていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。東京都在住の高校3年生堤明人です。今回皆様の応援のお力でベスト75に進むことができました。応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。次はベスト30決定戦があります。次のベスト30決定戦も精一杯頑張るので、応援よろしくお願いします。この度ベスト75に進出しました中学2年生13歳、土井康日です。自分は甘いものを食べることが好きなので、ショールームの配信では、スフレケーキやパンケーキ、あと、クッキーとかを作ったりしました。よかったら見に来てください。これからも自分や皆さんにとって、楽しんでもらえるような動画や写真を撮っていきますので、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。静岡県出身21歳大学3年生170センチ61キロの戸田光希です。このような僕が
ベスト75に入ることができたことには、皆さんのたくさんの応援のおかげです。本当にありがとうございます。ジュノンボーイコンテストを挑戦して、ショールームの配信の中で様々な方々とお会いすることができたことは、僕にとって最高の宝物です。これまでの人生でなかったたくさんの学びを得ることができました。いよいよ、ベスト30決定戦です。やる気、元気、好奇、頑張ります。兵庫県出身、高校3年、17歳の永石玲です。皆様の応援もあり、ベスト75に進出することができました。本当にありがとうございます。これからも皆様の応援に応えられるよう精一杯頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ベスト75に進出しました、中川ロニオです。正直75人に選ばれると思っていなくてびっくりしています。今回のコンテストを通して自信が少しついたような気がします。応援ありがとうございました。皆さんこんにちは。神奈川県出身の15歳中島玲です。この度ベスト75に進出することができました。信じて応援してくださった皆様本当にありがとうございます。ガチイベ中の30日間は皆さんと毎日配信をするのがとっても楽しかったです。そしてこれからも続けていこうと思っています。将来の夢はブレることなく雑誌の表紙を飾りたい、そしてこんなみんなに歌を届けたいという2つがとっても大きいです。こんな僕ですがグランプリを取りたい気持ちは人一倍あります。ですのでどうか応援の方よろしくお願いします。長塚関之丞です。バレンタインで生まれの13歳です。第35回ジュノンスーパーボーイコンテストベスト75に進出できました。皆様の応援のおかげです。ありがとうございました。ショールームやジュノン TV の写真投稿も、うまくできなかったりと、未熟な僕ですが、いつも勝ち続けている姿を見たいと信じ続けている弟のためにも、いつも温かい目で見守ってくださっているファンの皆様のためにも、次のベスト35も進出できるように頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。長塚関之丞でした。バイバイ。皆様こんにちは、こんばんは。高校2年生16歳中西俊介、なんとこの度ジュノンスーパーボーイコンテストでベスト75進出できました。皆様本当にありがとうございます。皆様の力がなければこのベスト75という数字はありえなかったなと思っております。改めまして高校2年生16歳乙女座の大型、8月24日生まれの中西俊介です。僕はですね、このジュノンスーパーボーイコンテストにおいてファイナリストになって役者として活躍し、未来のスターが芸能界に足を踏み入れるきっかけになりたいなと思っております。そのためには次の30決定戦も勝ち進まなければなりません。皆様の応援がこれからも必要です。贅沢言ってしまいますが、これからもよろしくお願いします。第35回ジュノンスーパーボーイコンテストベスト75に残ることができました。中野智樹、22歳神奈川県出身です。僕はこのジュノンスーパーボーイコンテストで最後のオーディションだと思って挑戦しています。全力で頑張りたいと思っていますので、応援よろしくお願いいたします。こんにちは、福岡県出身の中本風雅、16歳高校2年生です。僕の将来の夢は2つあって、1つ目は洋服が好きなので雑誌モデルにチャレンジしたいです。2つ目は見てる人を引き込むような俳優になりたいです。ベスト75に入ることができました。応援してくれた皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。グランプリを取りたいので、これからも応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、僕の名前は西原雄生です。14歳中学3年生で身長184センチ体重60キロあります。バスケ部に入っていて、好きなことはバスケをすることと歌を歌うことです。特技は口笛を吹くことです。この184センチという身長を生かして、小さい子供から高齢者までに誰もが知っているようなモデルや俳優になりたいと思っています。心
ここまで応援してくださった皆さんのおかげでベスト75まで来ることができました。ありがとうございます。で、これからは皆さんと一緒に上位を目指していきたいと思っています。ですので、今僕のことを知った人もぜひ応援よろしくお願いします。ジュノンスーパーボーイコンテストに挑戦中の野口ゆかりです。皆さんのおかげでベスト75残ることができました。ありがとうございます。これからも引き続き頑張るのでよろしくお願いします。